クリスマス終わるまではもう無理やりでもこれピカピカさせたんで。この前さ、普通にもうそろそろライブがあるんで、ラトラクのなんかこうミーティングしてたんですよ。もう勝手に年末モードになって、まだライブまだやのに練習がすごいいいものやったからさ、ライブ終わったみたいな雰囲気になって打ち上がりましたもんね、居酒屋で。皆様はお正月どうやって過ごしますか？僕はもう断然家でばっかりなんですね。ゆっくり紅白でも見たい。ということで、最近食生活が偏った動画ばっか撮ってて、なんかちょっとね元気出したいなと思って、本日はですね、お肉だけで3日間生活、すなわちいきなりステーキで3日間生活やっていきたいと思います。なんかお肉ってそもそもすごい優秀食材らしいんですよね。低カロリー、低脂質、高タンパク、本当になんかダイエット向きでもある栄養バランスらしいんで、本日はそちらいきなりステーキのステーキを3日間食べようということでございます。散々今まで動画でお世話になったんで、今回抜こうと思うんですけど、まあこれが最後になるかもしれませんね。うちさん、うちということで、本日はいきなりステーキ企画やっていきましょう。たけやきしょ、ダメージジーンズからこんにちはというわけで上がっていきたいと思います。61.4614ということで、本日の1食目早速食べていきましょう。はい、というわけで1日目の昼でございます。だいぶ暗なったね。何食おうかな。赤身の肉が一番ダイエットいいらしいんですよね。フィリ肉でも頼もうかな。懐かしい、この辺俺の通学路や。昔からさ、通学とかっていうのがあんま嫌いやったやろな。高校もだいたいチャリで10分とかで、大学に至っては原付で4分近っ。で、結局その後就職した場所も原付で3分近っ。現在やってる職業 YouTuber が徒歩0分。なんか全然おらんやん。おらんやん全然。はい、というわけで店内に入りました。綺麗ステーキを頼んでおります。前が結構だけが見えてるじゃないですか。これなんかコラボしてるの何やと思う。絵柄的にジョジョなんかぽいよね。荒野行動、がっつり YouTuber が案件してたやつ。あとオレンジジュースも頼みました。こういうことしてるからダイエットって言ってんのにあかんねんな。うわー、一食目届きました。うまそう。次でステーキです。なんか素敵な絵やなこれ。いただきます。あったかお茶出てきそうなやつやな。これやばい。焼き方はミディアムで頼みました。結構なんか赤いですね。キリのおすすめってレアらしいですよ。うますぎ。常にこの荒野行動20年ってボクサーでいうとこのパンツに書いてるスポンサーみたいになってるけど、俺お肉も栄養バランスいいんでしょ。コーンと玉ねぎじゃないですか。野菜野菜やん。すごいバランスいいね。なさそう。ごちそうさまでした。はい、ということですっかり夜になったので、ちょっとお腹もね空いてきたので飯を食べていきましょう。ちょっと違う店舗行こうかな。いつも行ってるデパートに入ったらしいんですよ、最近新しく行けないステーキが。だからそこちょっと行きたいなと思って向かっております。はい、皆さん大好きアリに着きました。うわ、めちゃめちゃ綺麗やん。イルミネーション、イルミネーション始まってる。すげえ、何あれ、あれすごくない？すごいですね。セブン&アイホールディングスですね。そこ気になります。この中に入ってるらしいんで、多分1階ですね。フードコート？いや、フードコートじゃないです。フードコートステーキ入りがちじゃない。あ、これ初めて見たわ。じゃあこれ晩飯食べていきましょう。店内入ったんですけど、こうやってそこ見たら別の店舗って面白いね。はい、それでは夜いただきます。ちなみに今回頼んだのはいろんな部位のステーキが入ってるらしいですよね。ヒレからリブから。ヒロ行った店舗には置いてなかったんで、こちらを頼んでみました。はい、というわけで早速いただきます。うまい。毎回楽しめる。次何の部位やろ、次何の部位やろみたいな感じで。え、これいいな。しかも切れてるし。あ、ここヒレやね。普通にわさびでもいきますか。多分わさびをさ、かけて食うのってさ、日本人だけっすよね。ごちそうさまでした。というわけで1日目終了でございます。はい、2日目の昼でございます。まあお昼ということでね、本日はなんかランチ限定メニューとやらを頼んでみました。ハンバーグとステーキがついてるセットです。まあなんかそのランチメニューやから、サラダとライスとスープもついていました。うん、うまそう。いただきます。イケアステーキってステーキ専門店じゃないですか。だからすごいお肉が美味しいところのハンバーグってね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。だから僕いきなりステーキのハンバーグが一番好きかも。ハンバーグででもさ、なんかちょっと赤いのってちょっと違和感ない？うまい。手に越しいよ。バランスよし。
バイトなかったね。マジイクラのステーキでハンバーグ格好的にうまいねんけど。はい、というわけで夜でございます。今日から初めて照明をつけて撮影してるんですよ。こんな感じです。ゆきぼうがなんか見守ってくれてます。監督みたいになってるけど撮影ので、本日の晩飯はですね、なぜ家にいたままかと言いますとですね、ウーバーイーツで平井ステーキあるらしいんですよ。どんなメニューあんのやろう。でも普通にあるやん、リブロースステーキ、ヒレステーキ、サーロイン、なんでもあるやん。じゃあちょっととりあえず頼んでみましょう。はい、届きました。こんな感じで来るんですね。黒ウーロン茶も購入しました。こうやって焼肉映ってたらなんか黒ウーロン茶じゃなくてなんか焼肉のタレみたい。おー、すげー。こんな感じです。タレもついてます。すっごいいきなりステーキが頼める次第ですよ。しかもね、何がいいかってすでに肉が切られてる状態なんですよ。だからフォークとナイフがいらん。僕もこれ切ってくれてる方が嬉しいわ。いただきます。なんか焼き加減がさ、選べんくて、なんか一言、よく焼きにしますかしませんかみたいな欄だけがあって、うん、よく焼きは別にいいから、その、チェック入れなかったんですよ。じゃあ今届いたやつ見たらさ、めちゃめちゃよく焼きなんよな。そこはミディアムとかレアとか選ばせてくれへんやと思って。うん。ああ、合うな。初めて飲んだけど、いきなりステーキの黒ウーロン茶。お疲れ様でした。なんかそう、ウーバーイーツするときに思うんですけど、本来家で食べられへんものが結構配達してくれるじゃないですか。あのね、ぶっちゃけ店で食うよりうまいって思っちゃってるけど、でもちろんさ、店の方がさ、鉄板できてさ、もう熱々やからもっと美味しいと思うねんけど、なんか家で食ういきなりステーキ全然悪くなかったですね。2日目終わり。最近ね、ちょっとね、ライブ前ということもあって筋トレして走ってるんですよ。これ食って筋トレして走って寝るってすごい健康やな。というわけで最終日のフィルでございます。どうも、アリオに来ております。今日は以前にも動画でやった自分で作れるガーリックライスをこの鉄板で調理しながらお肉も食べていきたいと思います。いただきます。はい、ある程度お肉食べ終わったら細かく切っていきます。で、この状態のものにご飯を入れて、ケーキソースをかけて、の、ニンニクを入れて、の、混ぜていきます。はい、こちらでいきなりステーキペッパーライスの完成です。これすごく美味しいんで、皆さんぜひやってみてください。うん、めにゃい。ごちそうさまでした。ゆきぼ、ついに最終日の最後の飯です。いきなりステーキ生活。あー、あんたはキャットフード生活何日目や。最後のね、いきなりステーキをウーバーイーツしてきました。なんかこれ多分ウーバーイーツ限定やと思うんですよね。まあこの3日間いきなりステーキに通っててなかったんで、フィリステーキ丼というのがありまして、これがすごく美味しそうだったんで頼んでみました。最後のステーキいただきます。うん、肉自体は普通の通り。タレかける前にすでにご飯に、ご飯って言ってもだ、ご飯に甘いタレがかかってる。なんか本当に焼肉のタレみたいな感じですかね、この甘いタレっていうのは。というわけでね、もう今年も終わろうとしているんですけども、今年1年振り返ってみて、マジで僕の人生の中で一番変化があった年です。マジで目まぐるしすぎる。いい意味でもちろん、すごいいい意味でいい変化があった1年でした。2019年幸せな年になりました。皆さんもその幸せにしていただいてありがとうございます。来年ね、2020年は僕が今までで一番良かったと言えるこの2019年を超えるような年にしていきたいと思います。毎年更新していきたいですね、こんな感じで。ごちそうさまでした。ということで3日間いきなりステーキ生活終了しました。僕多分フィレ肉大好きなんでしょうね。我ながら注文するたびに自然にフィレ肉って言っちゃってて、結構食べましたこの3日間。僕どっちかっていうとお肉よりお魚派なんですけども、全然大丈夫でしたね。その前のね、椎茸生活が地獄すぎたんだけど、なんか体勢がついたというか。どうした、駅めちゃめちゃ紙袋に突っ込んでるけど頭ないよ。ということで最後に体重がどれだけ減ったのか測っていきたいと思います。1日目が 61.4 とかやったかな。運命の瞬間でございます。セルフドキドキ。 61.4 からどれだけ毎日走ってたよ、ちゃんと。 60…
まあ食べ終わったばっかっていうのもあると思うんですけどね。美味しかったから結構食っちゃったな。炭水化物ご飯も結構取っちゃったしね。まあまあこれから日々、走って筋トレしてライブに向けて頑張りたいと思います。